はい、どうも皆さんこんにちは、イクエスということで、今回なんですけども、もうぶっちゃけもあんま引く予定なかったんですけど、龍介のプレゼントボックスも受け取ったらさ、なんか龍介152個超えちまったよ。30連分超えたんで、ちょっとまあ伝説降臨ね、まあせっかくだし、まあこの仕様になったのも初めてなんで、まあ初めての伝説降臨っていうのもあるんで、ちょっと引いていこうかなと思います。てのもさ、ちょっとなんか30連のうち最後の10連がなんかピックアップ確定みたいな、もう俺みたいなガチ運ゴミみたいなやつにとってもめちゃんこ嬉しいっすね。いや、まあとりあえずこの演出さ、登場地演出は多分見れないと思うんだけど、いや、なんかもうめちゃめちゃいいよね。笑ったわ。汚い。鼻息汚い。だってさ、もう名前わかんねえね。さ、この黄色いやつの演出結構好きなんですよね。うん。こんなにいい演出来ると思わなかったんで、聞くわけねえだろ、こんなんと思ってたんだけど。いや、リブリアンがいいな。リブリアンいらないな、マジで。ちょっと演出面白いんで演出の面白さだけでちょっと引こうかなと思います。ちょっと皆さんはマジで真似しない方がいいですね。ということで、僕の好きなピチピチギャル6人か7人か分かんないけど、7人衆ぐらいですね、ちょっと引き連れてきました。もう全員肌色がもう人外ということで、こん中だったらな、多分トアが一番キャラデザ的には好きですかね。うん、じゃあ行きますか。ピックアップなんだけど、ちなみに言うと文字のロンね、もうこの LR 以外もいらないですね。持ってるんで、LR 以外は、まあ、こいつだけ無凸だけど、別にこいついらないと思うんでね、いらないですね、本当に。うん、マジで、まあ、カリブランドゲールが、まあ、凸出たら、まあ、でかいかなって感じですね。じゃあ行きますか。もう伝説降臨を引くのはね、あれですかね、まあ、ご飯のガチャぶりですかね。うん。おお、待って、全く持って見てなかったですけど、ベジット来てくれました。いやー、でも俺的にちょっとカリフランドケールとかね、もうめちゃめちゃ来そうなんだよね。あの2人組来た瞬間負け確なんで、ね、またこれじゃないよね。お前別にいられんよって言った直後にこれはない、これはひどいっすよ運営さん。いや、待ってもう怖いんだよ。もう久しぶりにさガチャ引くし、今まで爆死しかしてこない、パーター2連続そう爆死しばっかだったから、え誰これ、いや初ゲットなのよ。え、これ何、これ、え、体属性、あ、力か。いや初ゲットだけどさ、初ゲットだけどさ、なんだよな、これ。しかもさ、ピックアップ確定だなと思って、3体のうち誰かなと思ってウキウキしてたんだけど、いや、ピックアップね、フロストかよ。一番良くないパターンだね。よし、8号。いやー、ちょっとね、マジ怖えな。うん、いやね、ちなみにさっきのヒット&悟空なんだけど、無凸じゃまあ使わねえかな。凸してでも使うか分かんないのに、無凸じゃまあ使わないっすね。ちょっとやばい、最後の10連以外お遊び状態になる、これ。ちょっと頼む、え、なった。いらないっす、マジでいらない。いや、もう気づいたら最後の10連よ。いや、もう怖え、いや、もう怖いよマジで。じゃあ行きますか、もう最後の10連。いやー、もう出るかな。もうほんとピックアップの LR 3人のうち1人だったらいい。マジで出てくれ、ちょろすずさん、マジで頼む、マジで頼むよ。夏フェスずっと爆死だったんだよ、もうちょっと頼むよマジで。いや、終わりかよ。じゃあもうこれで終わりだ。でもさ、 LR かわかんねえんだよな。ピックアップ確定とは言ってたんだけど、あれなんですよね、 LR じゃなくて SSLR の可能性も十分あるんで、フロスト、え、待って頼む、マジで LR 出てくれ、マジで。え、待って、怖い、マジで怖い。ああ、頼む、バイバイね。ああ、ブルマ出たら大当たりじゃねえや、このガチャとか思ってたんだけどね。いや、確かね、1凸か2凸なんだよね。うん。まあでも、SS レアの中では一番使えるから、今でも。じゃあ、まあ最後、まあ普通に換金して、終わりますか。うん。あ、受け取ってねえわ。425枚なんでね。いやー、悔しいね。でも、伝説降臨、ねえ、ちょっとこの30連要素あるんだったら、今後ちょっと悩むね。30連だけ引いて、撤退しようかな、みたいなのをちょっと考え出しちゃうよね。うん。いやー、でも、にしても、いやー、今回ブルマいたから、ちょっと正直引いた要素もあるんだけど、いや今後どうしようかな。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。よかったらね、ちょっと皆さんもね、まあ、コメントとかで教えてくれると嬉しいですかね。まあ、単純に結果論で言うと、これ聞いたのバカでしたね。結果論で言うと、当たったらまあ、めっちゃでかかったけど。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。まあ、動画頑張ったらね、ガチ動画定期的に出してるので、ね、よければね、面白かったらチャンネル登録して待ってくれると嬉しいです。ということで、じゃあね。アリーベデルチ。いや、限界だ、押すね。